はい、バイルズアギャリー小橋と小橋申します。今日は、先日お客様から鉄瓶についてね、ご質問がございましたので、同じようなね、疑問を持っていらっしゃるお客様が、いらっしゃると思いまして、それについて、今日お話ししていこうかなと思っておりますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。先日ですね、鉄瓶の、内側ですねが、錆びやすいですかっていうようなねご質問をいただきました。で、通常の、鉄瓶であれば、ただねお湯を沸かして、それで、それを急須なり、他のものに注ぐということなんですけれども、で中は空っぽになるんですけれども、今回のご質問はですね、この、鉄瓶兼用急須というもので、この通常の鉄瓶のところにこういう網がついてるんですね。ですので通常の鉄瓶と、若干、通常の鉄瓶としても使えますけれども、急須としても使えるということで、こういったね網をつけた状態でお湯を沸かした後に、お茶っ葉を入れて、でお茶を煮出してから、注ぐというものなんですね。でお客様のご質問は、そのお湯をですね、お茶をそのまま残したままにしておくと、内側がね錆びますかというようなご質問でした。で、結論から言いますと、これはお茶もしくは普通の、鉄瓶として使った場合に限らず、やはり中にお湯を残したまま、お湯またはお茶を残したまま長時間放置することは良くないと思います。錆びやすくなってしまうと思います。で、まずですね、この蓋の裏側には当然その熱いですので水蒸気がねつくんですよね。ですので蓋の裏も錆びやすくなりますし、そして内側もですね、やはり水で濡れた状態ですので、錆びやすくなります。で今回その鉄瓶兼用急須ということで、お茶をそのまま出すことが多いかと思うんですけども、そのお茶をね鉄瓶の中に長時間放置しますと、お茶のねタンニンという成分と、それから内側のね鉄瓶の鉄分が反応して、お茶がね黒っぽくなってしまうことがあるんですね。これ結びつきやすいのでお茶の色が変色してしまうことがあります。でこれ体には害はないんですけれども、やはり見た目がね、色がこう濃くなってしまったり、通常のお煎茶の色ではないので、あまりね、見た目も良くないということになるんですよね。ただ鉄瓶を使い込んでいただいて、内側がねちょっと錆びてきて、でお茶の、お水のお湯の色がですね沸かすと、ちょっと濁ってしまったりとか、ちょっと鉄のね、鉄分の味がするとか、錆の味がするとかっていう場合は、煎茶をその紙パックに入れてね30分ほど煮出すという作業をします。これは金気止めといって、そのタンニンと鉄分が反応する、そういう反応を利用して、内側の金気を抑えるという方法なんですけれども、それにね、ちょっと同じではないですけども、近い感じになるということですね。中のお茶を残しますと、お湯の場合はこれ全然反応しませんのであれなんですけども、そういう状況になります。ただいずれにしても中がね水分で濡れている状態が長時間続きますと、錆がねやはり出やすくなりますので、一番いい方法としましては、やはりねお茶を入れる、もしくはお湯を沸かした後もですね、出し切っていただくということが一番よろしいかと思います。出し切っていただいて、その後すぐまたね、使う分にはいいんですけども、
もうしばらく使わないということであれば、お茶もしくはお湯を出し切っていただいて、中をね、よく乾燥させていただくということが、錆を防ぐ一番の方法かと思います。ですのでね、やはり急須で使った場合、鉄瓶として使った場合、いずれにしても水分を長時間、特に内側ですね、内側が一番錆びやすいと言われてますので、そこに、水分がとどまるというのはあまり良くないということになります。はい、上手に使っていただいてね、長く使っていただければと思います。はい、なんとかご説明、拙い説明ではございましたが、ご理解いただけましたでしょうか。ご視聴いただきましてありがとうございます。器に興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。 SNS もやっておりますので、ぜひご覧くださいませ。またネットショップもございます。ぜひご覧いただきたいと思います。バリオ材ギャリー小橋と岐阜や長瀬すぐ近くにございます。 Google マップで検索していただきますとすぐ出てまいります。ぜひね、遊びに来ていただきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。